七五源氏は、源氏物語の写本の一つである。おおむね南北朝時代の成立と見られる、河地本系統の本文を持つ、代表的な源氏物語の写本の一つであり、現在この写本は、東山文庫に所蔵されているため、東山文庫本などとも呼ばれるが、同文庫にはこの七五源氏以外にも本写本と、同じく複数の筆者による河地本系統の本文を持つ。 巨物本や、格、筆、源氏などとも呼ばれる、源氏物語の写本も存在するために、それぞれ、東山文庫倉格、筆源氏を呼び、東山文庫像7号源氏と呼び分けたりしている。本写本はもともとは54条すべてが揃った、写本であったとみられるが、現存するのは、立壺、花園、朝顔、初音、常夏、藤馬鹿若菜城、柏木、 鈴虫、二大宮を除く44条のみである。本社本は様々に注釈が書き加えられていることを特色としている。ところどころに川会賞を引く中期があるほか、現時釈や現在は散逸した水原賞から引いたとする中期もある。そのほか、藤原春勢、藤原定家、藤原ためいらの説について触れた注釈も存在する。 母木木に描かれる著名な場面である、天夜の品定めの時点での光る現の年齢について、現在一般に使用されている、元織のりがまとめた、新年率では17歳、それ以前によく使われていた一条金吉がまとめた、年率では16歳となるが本社本の、母木木間末の中期では15歳説や19歳説という、他に類を見ない説を記している。本社本の、 七号の呼び名は現在は失われてしまった巻を、含めて、以下の七人によって書者されたとされることに由来している。本社本は、現存する四十四条べてについて、行為源氏物語及び、源氏物語体制行為編に、河内本系の社本として行為が取られている。さらに、河内本のみを対象とした広本である河内本、源氏物語行為修正にもその行為が取られている。 ありがとうございます。